福井県竹富市ですね。越前竹富駅の近くに起きています。そうですね、田んぼの本当に真ん中ですね。すごいな。あ、行けないかもしれない。あ、行かれへんか。あれは行かれへんわ。まあ、もうちょっと戻ろう。これちょっと難儀やな。あ、行けるわ。場所はこれが、北陸自動車道、竹富インターですね。インターチェンジがここにあって、すぐ、インターチェンジ。北陸新幹線、竹富橋梁ほか、こっちが行っていますね。すごいな、これ。周りはこんなんですね。田んぼですね。まあ、ここしかないかったかな、作るところが。だけど、利用があってどうなんでしょうね。福井からちょうど30キロぐらいだそうですね。まあちょっとどうなんでしょうね。近い。ね、速度上げて、ね、トップスピード乗った頃にもうブレーキ踏むような感じでしょうね。どうなんでしょうね、この立地というのは。でかい。ああ、ここまでですね。ここからは通ったらあかんみたいですね。これ何かな。駅前の何か施設の工事でしょうね。まあ、周りはこんな感じですね。在来線と接続しないっていうのはどうでしょうね。やっぱ厳しいと思うんですけどね。多分近くの人も、ね、福井の方まで30キロだそうですので、ね、在来線乗って福井の方行くでしょうね。福井の方が当然止まる電車も多いですし、ね、まあ、岐阜、羽島と名古屋の関係みたいなもんですよね。岐阜の人も岐阜羽島まで行って乗るか言うと乗らないですもんね。名古屋まで行ってて、その便利いいですね。泊まる、名古屋の方が泊まる電車も多いですし、利便性はるかに高いですもんね。JR 越前竹富駅ですね。北陸新幹線の越前竹富駅、外観がお見え見えしたということで、今日ですね、取材に来ました。